皆さんこんにちは、こちらのですね、協商スピードハウスマルチセルチャージャー開発担当の石川です。最近ですね、非常に、ミニッツのコースでもたくさん、使っていただけているようで、本当にありがとうございます。いよいよですね、皆様の声にいろいろいただいてアップデートの機能がですね、準備できました。1回目のですね、アップデートを今日ご紹介したいと思います。まあ、やり方等々含めてですね、覚えてみてください。はい、じゃあちょっとね、こちらの画面を見てほしいです。まあ、最初にですね、今日何が変わるのかというところで、まあそんなにね、すぐに役立つ機能かどうかっていうのはあるんですけども、この充電が今始まった時にこうボタンを1回押していただくと、ここに、これリミットなんですけども、電圧が充電中に上がっていった時に 1.50V になったら、それ以上は異常なので充電終了しますよという機能がついています。しかしですね、最近ちょっといろいろお客様の声を聞くと、電池が古くなった時にですね、 1.5V ではそのデルタピークが感知されない、もうちょっと上がらなきゃいけない状況というのがあるようで、まあ、特に炭酸のニッケル水素だとよく、この 1.5V より上が欲しいという、まあ、リクエストをいただいたという形です。今日はちょっとね、その部分を 1.55V に上がるですね、ファームウェアリリースしましたので、ご紹介いたします。はい、じゃあまずアップデートの方法なんですけども、電源の方は一回これね、先に切ります。はい、そしてまずね、ちょっとこちらの協商のホームページ見ていただきたいんですけども、はい、トップがありまして、ここにサポートがあります。ここからずっと行くと、ここにお客様相談室というのがありますので、まあ、これを押してください。そうすると、まあ、ユーザー相談室とか出ますが、もうちょっと下に行くと、ここに今度ファームウェアダウンロードという項目作りました。いろいろな協商の、まあ、送信機も含めて、ここからですね、ファームウェアがダウンロードできるようになります。まだすいません、今日1個目マルチセルチャージャーです。これを押してみましょう。そうするとマルチセルチャージャーのダウンロードページになりますので、まずこちらですね、ファームウェアのアップデートの説明書というのがありますので、これを押していただくとダウンロードすると、これから説明する方法が載ってます。で、これも見ながらぜひやってみてください。戻りすぎました。はい、そして実際のファームウェアはこちらです。これをダウンロードしましょう。はい、そうするとダウンロードされました。これちょっとフォルダを開いてみると、まあ、この辺におりますが、これちょっとデスクトップとかにちょっとこうクリックしてもらって、そしてこれをですね、まあ、ちょっと回答は回答するツールを使っていただくか、もう入ってる人はね、こう出てくると思うんですけど、こっちですね、デスクトップにまあ回答します。はい、そうするとこのようにファイルが出てきますので、必要なのは、はい、この今回協商の V1.2.0.7、 はい、こちらを使用します。でこちらですね、ダブルクリックすると中に入っているソフトがありますけども、はい、もうちょっと近く行ってください。はい、この SCU エグゼ、これを実行するとアップデートが始まります。OK ですね。はい、そしたら次やることは、このマルチセルチャージャーに付属していた、はい、この USB ケーブルがあったんですけど、これを最初ですね、この後ろの小さい方の USB のポートに挿します。はい、そしてパソコンの空いてるポートですね、私のせいでちょっと左側になっちゃうんですけどね、はい、ここに差し込みます。ガチャ、はい、これで、準備は OK で、その後でこのアダプターを挿します。はい、そうするとちょっと画面見てください。
このようにアップデートインプログレスということでアップデートのモードに入ります。ここで今度こっちですね、画面のこのエグゼファイルをダブルクリック、はい、これははいを選択するとアップデートが立ち上がるわけですね。で今回はバージョン 1.2.0.7、そしてフルチャージのボルテージを 1.55V ですね、ニッケル水素電池の時にアップデートしますよって、まあ、こういうインフォメーションが流れます。でそれから、詳しくは言わないですけど C4 のファームウェアとは、共通じゃない、互換性ないですよ、意味わかりますかね、はい、きっとわかるでしょうというところが書かれています。そうしましたらこのアップデートを押します。クリック。そうしますとアップデートがスタートしていくと、はい、今ね、古いファームを消しまして、アップデートが進んでいきます。はい、そして 100%、はい、ここでアップデートが成功しましたよという形です。そうすると充電器はいつもの画面に戻ります。はい、そうするとじゃあ今度もう一回電池入れてみましょう。はい、これで充電が始まるとボタンを押すと、はい、ここがね先ほど 1.50V が 1.55V になって、まあね、古い電池なんかもしくは、あれですね、炭酸型のニッケル水素とかがきちんとデルタピークまで、まあ、充電されるようになるという形です。はい、まあ、この後ですね、また皆様の要望をいただいてアップデートをしていくことがあるかと思うんですけども、ね、アップデートの方法は、まあ、これと同じになりますので、いろんな、ね、要望を聞かせていただけたらと思います。すでにいただいている要望の中ではその書いた設定値ですね、例えばデルタピークの値なんかを電源切っても覚えていてほしいとかっていうのもいただいてるんですけど、まあ、ちょっとデルタピークを深くしたままですね電源切って次忘れちゃったりしてるとですね、そのまま危険な状態になる場合とかもありますので、ちょっとそこは今実装難しいかなと、まあ、基本的には電源入れた時は、まあ、一番安全な標準設定というところはまあちょっと変えられないかなというところはご理解いただけたらと思います。はい、このようにですね、マルチセルチャージャーですね、今後もアップデートしていきますのでね、ぜひまた使ったことない人は使ってみてください。はい、ありがとうございました。